切れるのかな。まあカジノ。もう何も大変なんだよ。喪服。カラオケビュー。メイ。クラブスターズ YouTube 企画、松谷オーナー理解王選手権。さあ始まりました、松谷オーナー理解王選手権。スターダムグループ松谷オーナーに100の質問をし、その回答をスターダムグループのホストたちが大胆に予想。見事松谷オーナーのことを一番理解していた優勝者には、第1回オーナー理解王に最もふさわしい商品が贈られます。今回挑戦するのは、オーナーのことを自分が一番理解していると自信満々のこの5名。さあ優勝して豪華商品を手にするのは一体誰だ。魔法で何でもできる。めっちゃ真面目に回答するんだな、絶対。そしたら、中途半端なやつな。ごめん、みんな書いた。ごめん、ちょっと待って。回答オープン。ほい。あ、富人間やな。ああ、ありそうやな。農家や。いや、よう言うやん、自分で。もういっさの顔になったなって言うよ。言う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 。しょっちゅう言う。時間を止める。あ、うわ、うわー。まあその時にやるべき仕事とかはもちろん したりはするんですけど、とりあえず今止まっとるやん。従業員の量もあります。何止まっとった。最後時間止まって終わった。もうひねろうとしてない。回答オープン。クロマチーだ。ブラックエスグリッド。プロレスラー、チョコボールユータ。AV 男優やないか。元ヤンだもんな。これ当たるわ。回答オープン。これ当たったわ。ゴーバッキュー。黒魔術。まあ、最近でしょ。まあ、強気やん。強気。ちょっと、どんなこと。あ、なんかもしれない。マッツォ。ほら、うわー、すげー、嬉しそうにインスタの名前にしましたからなって。マッツォは、これはマッツォ言うたまんじゃないか。青春時代の青春時代。いける。これは多分いける。難しい。これしかないでしょう。そうだ。俺らじゃない。回答オープン。やんな、やんな。そうやろ。やんなロードしかない。うん、やんなロードしかない。うん、メンズエッグ。惜しいし。嘘ついた。青春みたいな。すげえよ。これ俺メンズエッグでそんな古い時があるの。あ、もう昔からあるけど。え、そうなんじゃん。全然何も残ってない。
回答オープン。ほっ。ほっ。笑顔が可愛いよ。唇見る見る。そうな。肌の色。肌の色。唇はもうずっと自慢しようよ。もう本当に俺はこの唇でいろんな女を抱いてきたみたいな。めっちゃ言う。うん。と笑顔。はい。笑顔か。あらそう。太郎全然やってないよ。俺は隣だよ。うーん。回答オープン。おい。おー。あー、そっちの方か。そっちもあるのか。あー。さっき言ってたっすね。ヒントが言っとって。でも時間止まるのよな。あんまね、正直変わってないんですけど、よくあるというか、出会って5秒で、てんてんてん。変わるのよ。最近の結構、ですね。全然ちゃうやん、もふく。関係ないやん。まあ、それがもふくの格好しとるかもしれない。あ、いい、いい、いい。回答オープン。おい。あー、6万。そんな入れるイメージないよな。なんかあるかもしれないですからね。ちょ、10以上は入ってそうですよ。うん、あ、そうか。ん？今日は、多分40万ぐらいですか。おぉ、やった。めっちゃ当たっとるやん。おぉ、先生、回答オープン。チョコをかぶっとる。そんなにかぶっとる。チョコをタイの途中みたいな。不動産業もやられてるし。そうなんかタイ人っぽくない？もらって。カリブの海賊。ちょっと惜しくない？でチョコかぶっとったの。いやいや、自分で何だと思いますか。チョの前世はカカオやろ。死ぬまでに抜いてる。回答オープン。はい。ああ、おお、すげえ。はい、ああ、もう、ほっとね。あ、そうかもな。夢じゃねえかもな。うん、カンブリア宮殿出たいんじゃないですか。ああ、出たそう。そうだな。もう誰も全国展開とかそういうの期待してない。自分のことばっかり。世界は船に乗って世界一周。まあ、豪華客船。バンバン、そこまでしょ。バンバン、そこまでしょ。真似しちゃったよ。ああ、俺。いや、ちょっと。回答オープン。あ、おでこ広いの。いや、今見て思ったよ、ちょっと。実は白いみたいな。ああ、だから本当は白いから下向いてる。
昨日、うん、ほんまに昨日男のお客さんだと思ってとって、その男のお客さんが、いや、まっちゃんより黒くしたけんって言われて、めっちゃ腹立つけん、俺も腹立つ、なんかもっと焼くんじゃんって言ったけん、もしかしたら困るかもしれない。唇が太い。あら、ここか。ここで唇が太い。いや、めっちゃ笑ったね、俺も。あ、こうなんじゃ。コンプレックスなんだ。2つ。あ、いっぱいあるな。目をかけたな。回答オープン。これじゃ。おお。おお、ほら。ですよね。絶対使える。これも使える。これも使える。絶対ダメだよ。全モザイクやろ。使える方を買いたい。あれやろ。悪いんですよね。小学校の時に、通学路にあったあのボロボロの商店、今にも潰れそうな商店の、冷蔵庫、ジュースが入ってる冷蔵庫のジュースを、友達と全部持って帰った。嘘つけ。あっかろ、もっと。一番の悪事これか。絶対思ったら俺知ってるんだけど、3つだろ。全然反省しない。解答オープン。はい、一緒一緒かも。なんかこんなこと聞いたことあるな。お前薄いな。何もしない。あまりうち、あの外に出さない、うちに持ってる情熱。あれ、どうしたんですか。うちに秘めてる情熱。いや、いつですか。当たりだな、これ。まあ出さないのは良くないのかなと思いますけど、あの出した方がいいと思うんですが、熱いものはすごい持ってるんで、秘めた情熱というか、秘めてるところがいい。はい。はい。解答オープン。おい、言うか。言うわけないやろ。おい、ちょっとふざけ出したな、みんな。ん？あ、普通ですよ。もうあの結婚しよっか。なんだ。普通や。面白くないやん。ちょっと普通じゃん。普通だな。あの松本さん、2億で顔変えてる。よりくる。おめえやろうや。